ちゃ作られてたからね。うん、占いとも本当に会社まずいって、なんでかっていうと1998年の10月に上場してるんだ、はい、いや絶対売れないって言われたからね。確かに、俺の中ではめちゃめちゃ売れる会社で、まあ、よし、会長、今日は伊豆越え。浜崎さんが25周年なんですよ。あ、だから25年前の今日にデビューしてるんですね。へ、うん、その日ですね。だから25周年記念のライブは今日だけなんですよ、はい、会長にとってもこの日は感慨深い日っていう。4月8日っていうと思い出すよね。なんでこの日だったかってあるんですか。いや、ないよ特に。うん、水曜日なんだよ、その当時 CD の発売日で。はい、それに水曜日が4月4日だったんだろう。あ、そういうことか、うん、でも25年前の今日を思い出すってデビューした日はちょっともう分かんないね。ちょっと分かんないですね。 CD は初登場でオリコン20位だったからデビューとしてはそんなに悪くないかな、うん、2曲目も20位だったけど、はい、3曲目ぐらいから上がるんだよ。めっちゃ力入れてたからね。うん、今じゃできないよ、そんな記録がないよ。もう誰か売るのに一生懸命になるっていう。はい、25年続くっていうのはどうですか、想像してたんですか。いや、してないよ、うん、売れるかは売らないとも本当に会社まずいって。なんでかっていうと1998年の10月に上場してるんだよ、はい、だから1998年の4月の売り上げから3月って上場してすぐ出る決算の売り上げに直結してくるし、はい、小室さんと喧嘩状態だったから、はい、もうこれ売らないとヤバくねっていう状況の中で、まあ、ELT がバカ売りしてたんだけどね、その時、はい、とんでもなく売れてたから、まあ割とそうだ、 ELT やってやっと売れた、次はうわこれは難しそうだなっていう感じ。へえ。グループは比較的売りやすいけど、ソロはね、ソロかよっていう顔がね、はい、先行っちゃうとアイドル見たくなっちゃうんで、うん、最初のジャケットって顔隠してんだよ、こうやってなんか、まあ、あのテープみたいな、はい、ジャケットがね、顔がところどころ隠れてる。まあ、みんな知らないと思うけど、はい、そうなんだ。それはアイドルに見せないためってことか。顔だけ見ちゃうとちょっとアイドルっぽく言っちゃう可能性があったんで。はー、アーティストのふりしたアイドルだけどね。うーん、反対がモロアイドルでモーニング、はい、モームスがいたからさ、だから、うん、売れないきゃ絶対ダメみたいな。今当時 ELT 売れないきゃ会社辞めるって言ってたし、で俺も売れないきゃ辞める、まあ、そう言って自分に言ってただけだけど、周りにも言ってたけどさ、うん、だからむちゃくちゃだったよ。ラジオで回ってなきゃ怒鳴り込み行くし、宣伝まで、おいおいみんなこうその時のイメージでクソ怖いんじゃない。あ、え、会長が怒鳴り込み行くんですか。怒鳴り込みですよ、全部会議、宣伝会議やってるって何十人もいるとこで紙投げつけて怒るとか、まあ当時パワハラなんてこともなかったんでやりたい放題ですへえ。今だったら確実にアウトですね。でその何としてでも売らなきゃいけないって時にこの戦略発明だったなとかってありますか、自分の中で。まあ、今は別にさ珍しくも何でもないけど、はい、デビューして4月8日から2ヶ月おきに全部シングルを出したね。4、6、8、10、12 で、1月にアルバムでもう100万枚だから。でもそれはあの今だったら珍しくないと思う。毎月出すとかもあるしさ、はい、3枚同時に出すとかさ、はい、あの時の全ての最初の頃のシングルとか全部仕掛けがありますよ。ポーカーフェイスって最初の曲はダントダン TV のエンディングだ。そっから俺はタイアップでずっと覚えてるから。タイアップで覚える。タイアップ取るのが仕事みたいなとこあったからさ、いや絶対売れないって言われたからね、散々言われたからね、周り全部に。友達のフジテレビのやつにまで言われてさ、はい、殴っちゃったもん。
時代ですね。うん、そいつは後々ヘイヘイヘイのプロデューサーなんだよ。へー、その頃はね、まだね、制作に行ったぐらいの時でちょっと偉くなってさ、はい、ヘイヘイのプロデューサーなんだけど、はい、2人目、お前を売れねって言ったやつがいるぞっつって、仲良しなんだけどね。あー、すごい、その仲良しじゃなきゃなくなるでしょ。そうですね、タイアップが決まんないってさ、六本木のあのキャバクラかなんかでさ、はい、どないちらしてタイアップ担当やった高木だけど。高木さんなんですか。当時だね。あ、そういう歴史があるんだ。そうで、あいつがタイアップってさ、普通そんなもんなかったんですよ、はい、心がしたり作って、タイアップしかやらない部署を作って、はい、高木がトップだった。へえ。もうセルフプロデュースになって完全に彼女が全部やりだしたんだよ。何歳の目のアルバムからだからちょっと忘れちゃったけど、はい、俺はもうハワイに行っちゃって、はい、ハワイの生活その時もやってたな。でハワイから帰ってきたぐらいかな、もうふぬけ人間になっちゃって、ハワイ1年行ってたら、はい、もう仕事する気ゼロで全然何もしない時代があってさ、2、3年。はい、ちょっと待ってください、これ全部アイさんの。やばい、もう全部ああいうの、あの、なんちゅうんだろう、板車みたいな車に絵描いてたんだろう、はい、エアブラシで、はい、あれがずらーっと昔なんで、はい、まだいると思うよ、もういたと思うよ、最近今何台かちらほら、はい、あれ全部だったんだよ。すごいな。だからさ、はい、プロデュースドバイマックス・マスンダープリトゥンバイアユミ・ハマサキ、このはい、セットを外さなかった。もう俺やってねえから外していいよ、自分のプロデュースしろって言っても外さないんだよ。へえ。で1回だけ、もういいから本当に外せって言ったら1曲だけシングル外れてんのがあるのね。はい、その時はもう見捨てられたかと思ったったとか言われる。いやいやいや、俺何もしてねえじゃん。もしかしたら今も入ってんのかな。へえ、どうなんですかね今。わからん、アルバム自体そんなに、確かにもう音源で聴いちゃうじゃん。はい、そんなよくクレジットが今見てないから。ちょっと到着しました。プロデューサーになってんの？やってます。なってますよ。車で話してて、全ての商品に入ってます。一番大バカの関わってくれる。もうちょっとライブにも入ってますよ。あ、そうなんですね。もうちょっとプロデューサーとして知らないどこにもありますよ。船の上にもあるし。え、でも考えたくないですか。25周年って考えたくない考え質問が多いからやあれ、これも YouTube ですか。もう YouTube まだずっと、じゃあ聞いてもいいですか。おー、いいですね、いいですね。フリースタイルでくれてよかった。聞いてもいいですか。え、でもこれ25周年じゃないですか。25年前の今日全て始まったわけですよね。そんなことはない。あんまそんなことはない。その前も1年半ぐらいです。そっかそっか。準備期間2年ぐらいあるでしょ。え、じゃあその25年前の今日のデビュー日って2人で何したんですか。多分レコード見に来たね。これ松浦さんも一緒に回ったんですか。行ったと思うんです。当時はそういう時代だったから。あ、で、もう1曲目からもポーンと売れると思ってたのか、それともちょっと準備にしてたんですか。いや、1曲目からドバンって売れる理由がなかったんだよ。だってさ、俺の名前でプロデュースするの初だからね。で、それもポーカーフェイスは書いてないんだよ、そこに。プロデュースとバイマックスなんですよ。あ、そうだね、結局ね。ユーを出すとき、曲を出すときに、俺、アサヤンやってたと思う。あ、はい、はい。で、マックス、マス、なんか若い子みんな知ってて。あ、確かにアサヤン、当時はみんな知ってますよ。みんな知ってた。だから、この名前を使わない手はない、自分のこれを売るのにね。で、初めてつけたの。つけてるの。いいよって言ったらつけたいとか。それでその後何もしなくなっても未だに入ってる。いやいや、今でもやってくださいよ。いろいろ名前入ってるから。やってもいいけど、多分喧嘩になるね。でも喧嘩はなくて。でも当時も喧嘩ってありましたよね、多分ね。あったね、それ。
あの当時のなんか喧嘩しながらなんか作ってくれて素敵じゃないですか。全部じゃないよ。大体さ、まあ最初の方はさ、うん、まあそんなに言わないよね、うん、俺の好きにやってくるね、うん、でちょっと触れてきたぐらいからやっぱり主張が出てくるね、うん、それがわがままなのかどうなのかっていうアレンジとかでね、ぶつかるともうめっちゃ喧嘩してる。一番対立した曲とか喧嘩した曲ってあるんですか。なんか覚えてないよ何だったか覚えてないけど、なんかその当時雑誌で見たのはDepend on Youの歌詞を浜崎さんがどうしても納得できなくて、松浦さんを追いかけて出張先かなんかまで行って歌詞の相談をしたって、うん、不安とかそういう言葉を使うと当時はタイアップ取れないんですよ。全部ポジティブじゃないとタイアップ取れないって変な時代で、そんなわけないのにさ、でもその中でポジティブじゃないネガティブなことをパンドルは詞に入れてて、そうだからああいう暗かったのがすごい当時新鮮っていうか、うん、あんな暗いデポップなかなか当時なかったじゃないですか暗いっていうか、マイナーなんですよ全部、うん、曲調が、あ、曲調が時代バランスぐらいからバーンって上がってました、うん、その距離ができてきたぐらいなんですかこうやってあれやんないみたいなエボリューションぐらいからちょっと松田さんと距離があるんですか。いや、そこはまだいます。そこはまだいやその M の前後ってどうなってるのかなと思って、どこでどうだったかっていうのはよく覚えてないっていうか、だって、うん、だってそういう彼氏が亡くなりましたって言ったってさ、うん、毎日会わないと仕事ないんだ。仕事はそうですよね。普通はもう会わない、うん、会わざるを得ないどんな感じだったんですか。別れたけどでもそのプロデューサーとして向き合うっていうのはその方がいいって思ったから、お互いそうしたわけで、うんうんうん、仕事だから仕事しないってつもりも全然なかったし、うん、仕事していく上でなんかそういう関係値って逆にどうなんだろうって、まあ俺が思ったったら感動が思ったね、うん、でもそのちょうどそのオペレーションがあって A ベスト出したんですか。A ベストの頃は結構お互い、うん、A ベストの頃はそんな距離はなくない、うん、あ、ほら、あの頃はじゃあまだ、うん、だって A ベストを出すのを嫌がったでしょうか、ね、当時話題になりましたね、うん、涙のジャケット、うん、泣いてんでだけど、ね、うん、なぜ何のあれ出したくなかった、うん、会社の都合だからさ、うん、でもあの日本当ヒリヒリするとか、日本で多分一番 CD が売れた日ですよね、あの発売って、うん、とんでもないとんでもない、過去で日本で一番売り上げたっていいやなそう、たった1日で多分ね、だって浜崎さんだけでも400万枚以上売れてますよね、うん、ベストね、うん、そこに多田さんもあって、小室さんがやってた時もすごかったけどね、この辺はこれは買えないんですかね。あのそれは私全く一切かかっておりませんかかってくださいよ。頼まれてもないのにもうさ、あの現場じゃないからね、俺も。でも客観的に多分今松浦さん以外誰も言えないじゃないですか、浜崎さんの声入れたいって言ったら多分周りのチームってもなかなか言えないじゃないですか。そこをなんか言ってほしいんですよ。俺は言ったのは悪口じゃないですか。いや悪口じゃないよ、どれが言えるんだ。いやもちろんね、アーティストから見た目もね、ないですけど、まあでもさ、そういうこと言える人いないから、俺が言うから呼び出して言ったのかな、うんうん、まあもう何年も前だけど、うんうん、3年前だけどさ、うん、今日なんかこの曲楽しみだなってあります。他以外のこの You and Me っていうこと、小室さんの、ああ、これはね、うん、思い出深いのがあるんですか。そうですか、どういう思い出があるんですか。いや、ここ一発、アゲの曲を作りたくて、うん、で小室さんに頼んだの、うん、作っていいよっつってできたの、これは。でめっちゃいい曲だなと思って、そういい曲ですね、もっと行ってもよかったんだけど、時代なのかな、あ俺もっと行くんじゃないかなと思ったの、これ小室さん最盛期の仕込み曲で出てたら分かるんだと思って、うん、そう、確かにそうですね、小室さんが別にそんなでもない時なんで、うん、まあ、確かに言うのには、うん、俺の中ではめちゃめちゃ、うん、思い出深い。久しぶりにそのアッパーな曲っていうか、うん、俺やったらこういう曲とかに、うん、とバラードになる、あ、なんかロックとかがなくなる。あ、でも分かります。僕もそのアッパーなのに切ない曲すごい好きで、そうだから You and Me めっちゃいいですよね。
やおじさんよかったおじさんいいですねめちゃくちゃエイベックスファンめちゃくちゃ面白いこんな話できると思ってなかった、うん、あれこれ僕はどこですか、まあ、僕は話題になります。来たよな万歳。あゆみ浜崎25th Anniversary Live夢の世界へようこそ。
私は本当にいろんなとこで言い続けてきましたけれども、今日は浜崎あゆみの私へのお祝いという日ではなくて、やっぱりこの25年間いろんなことがありながらもずっと諦めずに TA として居続けてくれたみんなに心からおめでとうを言いたくて、本当に TA25 周年おめでとご飯いかがでしたか、ライブは。良かったんだ。おお、どういうところが。いや、もういきなりオープニングから上がったよね。で、回復しなかったね。これちょっとずっと見てましたね、あんまりずっと見ない。携帯いじり出すんだけど、初めてちゃんとずっと入れたライブでした、普通さ、何公演もやってさ、出来上がっていくんだけど、一発で終わりでしょ、それにしたらよかったね。あ、だってさ、最初何十回もやって47公演目だったら慣れてるさ、はい、でも今日一発でだけでしょ、はい、それにしたらよかったね。そして最後に特大発表ありましたね、47都道府県。あれは47都道府県でやるんですか。はい、準備もあるでしょう。あゆさん本当元気ですね。会長ちょっと言ってた、なんかあゆさんが今ざわざわ来てるような気がするっていうのは、あれなんでなんですか。古市さんもなんかちょっと感じてましたね。露出してるからだ今、はい、で露出がなかったから全然テレビも新曲出さないから出てなかったし、テレビ歌番組以外に出ることってほとんどなかったけど出たでしょ、昔は絶対出なかった。やっぱちょこちょこ出てるから、なんかもうちょっともう一回来そうな気がする、ね、おー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 、それちょっと嬉しいですね、何かがあればということで。じゃあ会長最後、なんか愛のファンの皆さんになんかいいメッセージがあれば。そんな、なんかもしかしたら見てる方もいると思うので。うわぁ、照れくさいね、こういうの苦手だね。やりがたいじゃん、だってね。はい、だって25年間だったらもうお母さんと娘みたいな人や。うん、チームアイドルって言えよ。はい、いや、ありがとうございます。はい、じゃあ、ありがとうございました。